ああ、そういうこと。佐藤康之先生のお父さんは、石を切り出す職人さんで、とても寡黙な方だったそうです。そのお父様との思い出で、佐藤先生が忘れられない子供の頃の場面を即興で再現したいと思います。安行、ここに背丈ほどもある大きな石があるだろう。どうやったらこの石を真っ二つに割ることができると思う？そんなの機会もないのに、トンカチとノミだけで割れるわけないじゃないか。そうか。その目でよく見てみろ。どうだ安行、一発で見事に割れたぞ。どんな大きな石でも急所があるんだ。その急所を見つけて、トンとつけば、どんな石でも一発で割れるんだ。そうか、急所があるんだね。急所があるんだ。お茶もいすぎよ。佐藤矢崎先生のお父様は、石を切り出す職人さんで、とても寡黙な方だったそうです。そのお父さんとの思い出、佐藤先生が忘れられない子供の頃の場面を即興で再現したいと思います。安行、ここに背丈ほどもある大きな石があるだろう。どうやったらこの石を真っ二つに割ることができると思う？そんなの機会もないのに、トンカチとノミだけで割れるわけないじゃないか。そう思うか。この目でよく見てみろ。どうだ、安行。一発で見事に割れたぞ。どんな大きな石でも急所があるんだ。その急所を見つけて、トンとつけば、どんな石でも一発で割れるんだ。そうか、急所があるんだね。急所があるんだ。これはすごく深い。何事にもやっぱ急所があるんだと。一発一点をつけば、トンといく。すごい体験ですね、本当に。まあ、時間もいらないっていうことですよね。急所さえ分かれば、トンとつけば、一発で割る。で、岡野さんはですね、これは何か我々、まあ、例えばですけど、この急所というのは仕事だった。なんか人生の中で、そうですね。なんかありそうですね、これは。急所が。まあ、ついつい私、急所っていうところを、営業の急所っていうか、ツボって読ませる学者の本あるじゃないですか。だから、ツボって読んだ方がいいのかなって思いながら、ああ、読んでました。なるほどね。そうですね。やっぱり時間とか、急所が分かればもうそこ一点ですから、時間と空間はないっていうのがまさにこれなんだって感じたんですけど。ソクラテスのお父さんでしたっけ？もう、石屋さんで、営業のこと、前にちらっと学者がおっしゃってたような気がするんですよ。で、問答法って言って引き出すっていうのも、ね、ソクラテスされてたわけですから。ああ、そう考えると、なんか、学長はソクラテスの生まれ変わりなのかな。まあ、ソクラテス以上だと思いますけど。すごいですね。まあ、あれですよね。ステーキの食いしん坊なんかそうですよね。街の流れを変えるぐらい、やっぱりオープンと同時に、あれだけの行列ができたというのは、まあ、急所ですよね。そうです都合ね。というか。まさにその通りだと思います。いや、でもお父さんのこのお父さんとのこの出来事を通して佐藤先生はそれを本当に現実に表してるってところがすごいですよね。すごいです。あ、そんな思い出もあったのかって普通ね、ついつい過去の思い出としてそんなこともあったかなっていうふうに私たち思いがちだと思うんですけど、これを現実に今でも佐藤先生はされていらっしゃるし、また受講生にそれをワークというもので誰でも分かるようなっていうか、頭で分かるっていうよりも書いて自分でそれを感じていただくようなことにしているっていうところがすごいなと思うんですけど。まあ、あれですよね、進学開発講座なんかまさにこの一点だそうけですど、ね。ねえ、まあ、つく、つく、まあ、つくという表現、
なのかはちょっとわかんないですけど、掘り下げて、たった1点をね、ここ最後に、と、あ、まあ、スップですよね。そうですね。と、ついたら、ブワッと出るみたいな。そうですね。愛と感謝が。はい。あれもそうですね。じゃ岡田さん、先ほどの佐藤先生の、この、お父さんとのエピソード以外で、岡田さんが、佐藤先生がお話しなさったエピソードで、印象に残るものって、まあ、たくさんあるかと思うんですけど、いくつか教えていただけますか？そうですね。まあ、たくさんあるんですけど、じゃあ、ちょっと、僕はすごいなと思ったエピソードがありまして、はい、で、そのエピソードが響いたのが、当時、家電量販店で営業してたんです。で、やっぱり、まあ、簡単じゃないですよね。やっぱこの、物を、という、そうですね。営業という行為は、そんな飛ぶように、まあ、飛ぶように売れたのは、佐藤先生のアドバイスから売れたんですけど、で、そこで、僕、佐藤先生のエピソードですごいな。佐藤先生が宝石を販売されてて、はい、北海道の、ある、その、人の、まあ、人口の少ない、わざとその、田舎の人が少ない、売るのが大変な地域に、わざわざそちらを選んで、やっぱり自分を磨くといいますか、で、今の言葉だと、まあ、自己研鑽って言いますけど、あえてその、ものすごいハードル高いじゃないですか。そうですね。で、まあ、僕の考えでは、やっぱりいかにもう数字を上げるか、効率がいいところに売りに行くかっていうのを、やっぱり考えてしまうんですけど、でもそこにあえて自分を鍛えるために行って、確か、なんか目標を月に1000万以上売るみたいな話で、本当に1ヶ月以内にそれを人の少ないところで、やり遂げたというのが、僕はすごい印象に残ってまして、で、単に、なんていうんですかね、その、自分の営業成績を上げるだけじゃなくて、自己成長だったり、はい、ものすごいその深い部分で、まあ、スポーツ選手で言ったら、パッて思い浮かんだのが、マラソン選手が、マスクして走るんですよね。この、わざと空気の薄いので、肺活量を鍛えて、とか、非常に、高度の高い山頂付近で走って酸素の充足を鍛えるみたいな。なんかそれが浮かんで、すごいその、まあ、貪欲と言いますか、自己成長。そうですね。なんか今、そうやっていくと、その、やっぱ佐藤先生のね、その体験談ですよね、その営業の。そこがすごく響いて、今の自分にすごく、残ってます。そうですね。確かにね。本当に、しかも数字を絶対にやるっていう。達成しなかったらもう腹が切って死ぬぐらいの覚悟でいらっしゃったそうですけどね。そうなんですね。あと、絶対にその1ヶ月の数字を崩さないために、月の半分で数字を作ってから厳しいところに行ったっていうところが、佐藤先生すごいところだと思うんですよ。すごいです。厳しいことをチャレンジしたんだから、数字は低くてもまあしょうがないっていうふうに、ついつい言い訳がましいことを、もし達成しないとき言いがちだと思うんですけども、数字は数字でちゃんと作った上でチャレンジもされるという。そこもすごいなっていうのを今お聞きしてて思いました。すごい。お話聞いただけで、もうなんか、ちょっと泣きそうになって、今、魂が震えたというか、